はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。今回やっていくのはこちら、コーチング企画。今回は X の方で勝てなかった試合、うまくいかなかった試合を送っていただきましたので、それを分かりやすく解説していこうかなと思います。まずはプロフィールの方から確認していきましょう。今回動画を送ってくださったのはこの方、 C63。 当時の段位が7段の星5個となっております。7段にもなるとサバイバーのレベルも上がってきて、チェイスの弱い白黒無常ではかなりチェイスが伸ばされてしまうので、いかにチェイスを早く終わらす、もしくはリカバリーをすることが大事だと思います。それでは試合を見ていきましょう。さあ、マップは赤の境界、お相手の編成は占い師、傭兵、曲芸師、応援団となっております。人格がこちら、左下の指名手配、そして凶暴ですね。さあ、ファーストチェイス誰を狙っていくのかといったところなんですが、はい、ここ応援団目視入ったんですが、これは追わない判断ですね。これはかなり賢いと思います。はい、まずここのシーンですね。ここのシーンかなり焦ってしまう盤面だと思うんですが、ここは弾を使われても窓枠までは間に合わないので、落ち着いて衝動の加速を使って一撃を与えることが大事です。曲芸師に奇襲を仕掛けるコツは、いかに何もないところで弾を使わせるかどうかがとても大事ですね。こうなってくると墓場の曲芸師を追うのはかなりしんどいので、ワープのクールタイムが溜まったらどこかでターゲットを変える、もしくは今回傲慢を採用しているので、早めに鬼没を使って存在感を貯めることが大事です。はい、続いてはこちらのシーンですね。こちらを見てください。鬼没のクールタイムがもう上がってますね。こちらのシーンは鬼没をスライドさせることによってモーションをキャンセルして一撃入れる可能性にかけても良かったと思います。あとは確実に一撃の入るところで以外では、入れ替わりを使わない方が、まあ、このようにねチェイスがかなり伸びてしまうので、入れ替わりは使わない方がいいです。もうここで曲芸師を追うという判断をするのであれば、早めに鬼没を使って存在感を貯めて、球根だったりベルだったりで曲芸師を早めに仕留める努力をした方がいいですね。さあ、存在感が溜まりました。もうここら辺でダウンを取っておかないと暗号機が3台上がって残り2台、かなり厳しい展開になってしまうので、できれば鬼没を吐いてダウンを取っていきたいが、さあここは占い師フクロウですね。まあこれはもう仕方がないと思います。さあ、もうこうなってくると早めに仕留めたいので、パパッとクロム城に入れ替わってしまってベルで仕留める、フライホイールとかももうないので、そうですね、クロム城でしっかりと入れ替わってここはダウンを取っていきたいですね。ベルは必ず、当てていくことが大事ですかね。さあ、これはダウン取っていきます。さあ、素晴らしい。さあ、暗号機はここで残り2台、こうなってしまうとですね、確実にこのままだと4通電してしまいます。しかも今回傭兵がいるので救助狩りはまあほぼ不可能と言ってもいいでしょう。今回人格がですね、指名手配ついているので、ここからの勝ち筋は、基本的には2つあります。まあ、まず1つ目は、しっかりと飛び角を作って4通電からしっかりと分け以上を狙っていく、または、全体負荷ですね、全体負荷をこのようにかけていくっていうのが、まあ、勝ち筋にはなっていますね。指名手配がかなり生きてくるかなと思います。はい、ただファーストチェイスかなり伸びてしまっているので、こちらのチェイスはね早めに終わらせなきゃいけないんですが、早めにチェイスを終わらせるコツは攻撃を無駄に振らないということですね。板を先に倒させてしっかりとため攻撃で揺さぶって一撃を与えることが大事なんですが、そうですね、このシーンのように無駄な攻撃を振らないことがとても大事です。さあ、全体負荷をかける判断なんですが、この時点でですね、しっかりと暗号機の揺れを確認することがとても大事ですね。傭兵と曲芸師が今フリーの状態になっているので、もしかしたら
2台回されてしまうと通電も見えてきてしまうので、あんまり、暗号機守りが意味なくなってしまう。解読が全然固まっていないのでそこら辺もケアしなきゃいけないんですが、ここは目の前の極芸士じゃない、応援団ですね。応援団をやっていきます。早めに釣り回数を稼いでいきたいですね。さあダウンを取ったらしっかりと揺れを見ることが大事なんですが、これはもう南壁をもう完全に守ることを頭に入れてますね。さあ傭兵と極芸士が何をしてるのかっていうのもしっかりと考えなきゃいけないんですが、ここは、2人とも別々の暗号機を回していたので通電しましたね。まあ、ファーストチェイスかなり大事なんですが、ファーストチェイスもう7段まで行くとファーストチェイスかなり白黒無常伸ばされてしまうことも多いので、どこの暗号機がどれだけ回っているかっていう把握がとても大事になります。さあただまあ指名手配なのでまだワンチャンスあるんですが、傭兵に指名手配、中間待機を見つけることができそうですかね。さあ雷は消えてしまって、ここは救助に行って戻る判断。ただここはしっかりとゲートから逃げる選択をサベはしていましたね。はい、いかがでしたでしょうか。今回注意すべきポイントは2つあると思っていて、1つ目は存在感を貯める意識をつけるということですね。特に傲慢採用なんかの時は、神出鬼没はダウンを取るためだけのものではなくて、最初の一撃の時に使って存在感を貯めてファーストチェイスを早く終わらせるということも大事になってきます。2つ目はサバイバーがどこで何をしているかという大まかな予想です。今回の後半の暗号機守りの展開も、占い師と応援団がいる南壁に固執してしまって傭兵と極芸士が何をしているかが把握できていなかったので、そこら辺をしっかりと暗号機を確認しながらサバイバーが何をやっているのか、治療をしているのか、解読をしているのかなど把握することが大事だと思いました。ただかなりワープの精度が高かったので、そこら辺を気をつければかなり上手くなると思います。さあということでいかがでしたでしょうか。まあ初めてのコーチング企画だったので、まあね、拙い部分もあったとは思いますが、好評だったらぜひ第2回第3回とやっていきたいと思うので、高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。